マリーガランと島とは、カリブ海はショーアンキル諸島のリーワード諸島に浮かぶ、フランス領グアドループに属する島である。経済は伝統的に砂糖で、漁業と観光も盛ん。島には、グランブール、カペド・マリーガランと三類三つのコミューンがある。島の最大のコミューンは、グランブールである三世紀、島にアラワク族が定住し、島をトゥルカエラと呼んだ。九世紀に、 カリブ族が島を征服し、綿の島を意味する愛知、またはアウリナガンと呼んだ。先住民たちはキャッサバを栽培し、薬草の栽培や効能を知っていた。漁業も行っていた。彼らの地下洞窟や村の遺跡では、宗教に関連したヒエログリフ、そして陶器が見つかっている。1493年、クリストファー・コロンブスが、 その第二回航海に際して島に上陸し、帰還マリアガランダの名を取って島の名とした。およそ50人のフランス人入植者が1649年に初めて島の砦に入植した。1653年には二つ目の砦がグランブールに隣接して築かれた。1660年まで続いたカリブ族の襲撃でフランス人植民者は 困難な生活を強いられた。1660年、バステール島において、先住民と植民者との講和条約が締結された。島では、タバコ、インディゴ、コーヒー豆、綿花が栽培されてきた。17世紀半ば、プランテーション栽培のためのアフリカ人奴隷が初めて、マリー・ガランと島へ連れてこられた。1671年には、島の人口約57%が、 アフリカ系で占められるようになった。また、ユダヤ系オランダ人がブラジルから追放されて、マリー・ガラントへ移住し、彼らが砂糖キビ栽培と技術を持ち込んだ。1676年、オランダ艦隊が島を攻撃して、住民を追放し、住民の財産を没収した。新たに植民が行われても、新住民たちは数回のオランダによる攻撃を受けた。 グランブールの街並み1692年から1816年まで、フランスとイギリスはマリー・ガラント等の領有をめぐってごど争った。この時代、1792年から1794年にかけて、島は独立していた。1790年、マリー・ガラントには約11500人の住民がおり、そのうち9400人が奴隷だった。 1838年、グランブールは退化にあい、1843年に島で地震が発生した。奴隷反乱、そしてフランス人の奴隷制度廃止論者は1848年に奴隷制度廃止を勝ち取った。しかしこれは植民者からの暴力をやめさせることはできなかった。1849年の議会選挙では奴隷制度廃止に反対する。 大農園主が組織する警察が元奴隷を抑圧したのである。元奴隷の子孫たちがマリー・ガラントの政党業のオーナーになるには1920年まで待たねばならなかった。1865年、サイクロンとこれらが島の人口を大きく減少させた。1902年、二度目の大火がグランブールを襲った。1928年と1995年にも 大きなサイクロンが島に上陸している。ありがとうございます。